一徳天皇は日本の第四代天皇。日本初期での名は第二本尾子智天皇。決死圧白の一人で実在性については諸説ある。四季彦、玉手菅天皇の第二王子。母は鴨モ王の娘の定命帝中姫命。兄弟として同母兄に生き石耳命、同母帝に四季彦命がいる。 父み門が崩御した翌々年の1月に即位。即位2年に1月、慶の境を神谷にと移す。同年2月、生き石耳命の娘の天と四つ姫命を皇后として三松彦返し寝尊を得た。即位34年、崩御。寒風志望である伊徳は、8世紀後半に、大海の三船によって先進された名称とされる。日本初期、 古事記とも、系譜の記載のみに限られ、決死やつしろの一人に数えられる。仙台旧児本義によると諸国政猿大部の出雲色命を大臣とした。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。京極境遇と伝承地比喩の名称は、日本書紀では、 慶極境遇、古事記では、慶の境を神谷。宮の伝説地は、現在の奈良県柏原市大慶町周辺と伝承される。同地付近の白柏町では、慶極境遇後伝承地石踏みが建てられている。伊徳天皇、うねび山南千沙谷に上寮寮の名は、うねび山南千沙谷に上寮。宮内庁により、奈良県柏原市西池尻町にある俗称。 マナゴ山に自乗されている。区内頂上の形式は山形。量について、日本書紀では前日のように、うねび山南線沙に上漁、古事記では、石火山のマナコ谷の上の所在とあるほか、演技式書領量では、うねび山南線酒上漁として町域は、東西一町、南北一町、宿護後煙で、遠漁としている。しかし後世に、書伝は失われ。 幕末治む漁に際して、原料に事情された。なお、柏原市梅美町の伊徳の森古墳はその中から、伊徳漁とされることもあったが、一説に、広報漁だとも言われる。また皇居では、九中三殿の一つの高齢殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、伊徳天皇の霊が祀られている。伊徳天皇を含む水贅天皇から、 開花天皇までの八代の天皇は、日本初期、古事期に、実責の記載が極めて少ないため、決死圧白と称される。これらの天皇は、知性の長さが不自然であること、七世紀以後に一般的になる、はずの不死感の直径相続であること、身や、の所在地が前期古墳の分布と一致しないこと、等から、極めて創作性が強いとされる。 一方で宮号に関する原点の存在、年数の笠上げに、天皇代数の尊重が見られること、式屋型主や重子屋型主との関わりが、警府に見られること等から、すべてを虚構とすることには否定する見解もある。和風四号である、大山と彦から、月友のうち、大山と彦は、後世に付加された、微笑、月友は、月積みからの天下で、その末尾の、実は、 神明の末尾につく、身と、道義とみて、伊徳天皇の現像は、月積みという名の月の神であって、これが天皇に作り変えられたと推測する説がある。中世の、古今和歌集除機書三流章には、天皇が出雲に行行して、須舎の尊に出会うという逸話が見える。ありがとうございます。